佐藤記念美術館は、富山県富山市の富山城址公園内にある公立美術館。現在は富山市が所有し、同じく城址公園内にある富山市郷土博物館との二館一体運営を行っている。全国美術館会議、富山県博物館協会会員。地元財界の有力者であった佐藤家などによって、財団法人、佐藤美術館が設立され、 1961年9月に、富山城市内に佐藤美術館が開館した。開館に際し、もともと佐藤家の住居の一部であった総皮の木造りの書院座敷や茶室二席が寄贈され、美術館の一部として移築された。1963年には、館名、法人名を富山美術館と改称した。1991年から1993年に、 かけて展示室になど、新館の増築が行われ、展示室面積が約2倍となり、1998年には、館名、法人名を、富山佐藤美術館と改称した。収蔵品の大部分は、佐藤家から寄贈されたもので、茶道具類、古当時、日本画、墨石など1000点以上に及ぶ。また、元区、騎士大夫氏の作品や、資料も収集し関連する。 企画展が行われたこともある。財団体制で運営されていた当時、この美術館には年間3000万円ほどの維持費が必要であったが、収入の柱は財団に管理が委ねられた佐藤工業株100万株の配当であった。ところが、1990年代以降の不況の中で寄付金が減り、さらに佐藤工業が無敗に転じたことから、 運営の維持が困難となった。財団法人富山佐藤美術館は2001年12月に解散し、建物や収蔵品も含め美術館ごと富山市に寄贈されて、美術館は一時休館となったが、2002年4月5日から、館名を佐藤記念美術館と改めて再び開館した。建物、鉄筋コンクリート、一部鉄骨鉄筋コンクリート造り、地上2階建て、 建築面積967.046平方メートル、延べ床面積1301.01平方メートル、富山地方鉄道富山軌道線富山地方鉄道バス市内周遊ぐるっとバス南回りルート上市公園バス停下車徒歩約3分。ありがとうございます。